はい、それではですね、マガキオヨガタのクラブセッティング紹介をさせていただきます。いらっしゃい。各界のあのゴルフマニアというゴルフマニアね、あのクラブマニア、クラブマニア、はい、参加していただいて、よろしくお願いします。あれさん方にもね、はい、いただきました。じゃあまず横綱、はい、ドライバーから見させていただきます。ドライバー2つあります、はい、もうね、見る人を見た瞬間にね、支え横綱と分かりますよ。新しいクラブ、テアラメイドのシム2ですね。しかもです。しかも青木さんが使ってたドライブ、あの青木さんさんが普段あの販売してないんですよ、量販店に。ちょっとこのフェースもちょっと違うんですね。あ、はい、そうなんですか。ちょっと違うんです、あの普通のやつだから値段も多分3倍とか4倍。そもそも手に入らないってことですね。ちょっと持ったらね、顔がいい顔してるもんね。違いますね、はい、で皆さん気になるところが、はい、ゴルフ好きはシャフトですね。気になる、確かに気になる。ベンタスの 6S ネイビーですね。今結構プロ普及率がすごい増えてきてですね、元調子ってこの辺からこうね硬くなって、結構パワーがある人がすごい、うん、でもう一個がこの、はい、アキラの、スピーダーレボリューション。おそらくこれ先調子こっからしなってくる、捕まえやすい、X ですね。ちょっと固めですね。そうなんです、 X で固めで、あとグリップこれ4巻きぐらいしてますかね。普通の人の 4倍ぐらい。そうで、実はあのこう、はい、ユーティリティが多いんですよ、私。フリーク5番ですね。ちょっと私もこれ見たことない形で、はい、ちょっと興奮します。もうゴルフマニアの荒井さんの方の見たことない。これは太いっすよ。そうなんです、全部太くしたんです。手の大きさとかはやっぱり。そうなんですね。イメージで言うと野球のバットぐらいです。わかりやすい。で、実はアイアンよりこっちの方が結構調子いいです、最近。ユーティリティですか。はい。シジクロ MCH 重め固め、重め固め、もうパワーヒッター用ってことですね。顔が本当いいっすよ、これ。あれ、そういうことはもう普通に楽しんでますね。完全に楽しんでますね。ありがとうございます。バスケやってたんで、はい、このアプローチが僕、この2つが僕好きですね。まあ、よく使ってるって感じだ。56なので使い込んでますから。はい、そうなんですよ。もうボール浮かしてこう距離感覚でいくっていう。で、よく7番使おうかな。アイアンの方もですね。そうですね。シャフトがですね、エネスブル1050、はい、X ですね。でもすっごいこのシュッとしてて、アイアンの方。あ、やっぱりそうですか。横綱らしい。ああ、そうですか。ありがとうございます。で、最後、じゃあ、はい、パターですか。はい、ちょっと、お相撲さんらしく。あ、カバーもですね。カバーもね。はい。お相撲さんらしい、確かに。みんな欲しいって言うんだよね。欲しいです。みんな欲しが出ますよ、これは。で、中身は、はい、もう、パター何回も変えましたけど、はい、昔のパターに戻したんですよ。このパターで、この間バーディー2つ取りました。うわ、はい、うまい、はい、どうですか、分かった。でもこれプロトタイプのあれじゃないですか。プロ仕様じゃないですか。かもしれません、ね、これ多分あの支給品っていう感じで。ああ、へえ、そうなんですか。違くて。そうなんだ。多分あの我々庶民は買えるもんじゃない。買えないやつ。手に入らない。それは分かれば。じゃあもう宝の山ってことですね、僕は。だから多分、馬感が多分全然違うのかなっていう。へぇー。感じ。あの、そう。コーンとか、カーンでもないですね。ちょっとポーンみたいな音が違うんですね。柔らかい感じなのかな。へぇー。すごいですね。スペックも横綱級ということですね。誰も、あの、真似できないよ。唯一無二。すごいな、もうテンション上がってて分かるもん。クラブでテンション上がってるもん。そうですね、勝ったらね、うん、1本持って帰ろうわ。マガキオヨガタのゴルフ紹介、ゴルフクラブ紹介でした。はい、ありがとうございます。どうもー。